芽生えよ。芽生えよ、芽生えもう。よ。エモい。エモエい。エモい。モい。最早是喜欢那个 Radiohead 开始的。これでご飯を食べていける、これを食用にするっていうことになるとは、その時は思ってなかったけれども。続きまして、音楽のことについていろいろと伺いたいと思います。音楽にめり込んだきっかけについて聞きたいと思うんですけど、请说说就是自己开始往音乐的前期，就是那个时候什么时候开始是喜欢音乐呢？那个小时候从小到大什么时候大概有这样的感觉呢？这样子。この質問ってあんまりされたことないんですよ。のめり込んだのはいつかっていうのが。うんうん。僕母親が音楽の先生なんですよね。で、父親がテレビのアナウンサーなんですよ。子供の頃に母にピアノを習って、父が、その時ラジオでも喋ってたんだけど、いわゆるサンプルのレコードを家に持って帰ってきてチェックをしたりしていて、自然とこう家に音楽がある状態が普通だったんですよね。そういう状態がもともとだったから、これでご飯を食べていける、これを食用にするっていうことになるとは、その時は思ってなかったけれども、まあ、のめり込んだきっかけといえばそこなのかなと思います。でもあれで、親父は僕が音楽の仕事をするのはずっと反対だったから。你是从在学校的时候开始参加乐团 的社团，最早是喜欢那个 Radiohead 开始的。 Radiohead 也常常去日本表演，小时候都很羡慕。確かにね。那个时候你的乐器是什么呢？唱歌吗？我有弹过吉他，但我后来就都是唱歌比较多。吉他から歌の方に。因为吉他弹不好。因为很喜欢听乐器演奏 的音乐，啊，可是我又不会演奏乐器，所以我就是想说，我就是把嘴巴当成一个乐器这样子。自分が楽器になって、应该是有自己当乐器的感觉来唱歌，对不对？新しい。新的想法的感觉。アジテーターって、アジテーターは。ステージのプレイヤーとオーディエンスの架け橋です。ジャズっていう、僕らがこのフォーマットの音楽をいわゆるライブハウスとかロックフェスでやろうとするときに、やっぱり難しい瞬間が多々あるわけですよね。そういうときにこう率先して、このリズムだったらこうやって取ってみたらとか、このインストルメンタルなんで、例えばこれはラブソングですって僕は一言、少し情景描写のポエトリーを入れてから曲が始まると、またリスナーの皆さんの頭の中に広がる世界もすごく広がるし、ジャズの面白いところで、このいわゆるインプロビゼーション、今こいつすごくないみたいなところので、曲声出していいのかどうかも分かんなかったりするじゃん。そういう時にこう率先して僕声出してあげて、どう楽しんでいいかっていうのをこう提案するポジションからスタートして、今コロナで全くやることがないというね、ステージ上で。そんなまです。だってお客さん声出しちゃいけないからね、今ね。あ、そうですね、そっか。对啊，因为有时候观众应该也都很喜欢这样的音乐，只是他们就不知道要怎么样参与，所以觉得很有意思这个角色。日本ではアジテーターって言ってるけど、あの UK のレーベルのジャルス・ピーターソンっていう向こうのボスは、バイブコントローラーって呼んでる。应该是有 vibration controller。いやいや、vibration controller。对，应该是说这个 vibration 是应该这样子的。啊，对吗？就是那个 MC， 对对对，或者是 reggae 的 toaster 这样。Yeah。すごい。そうです。もう。そうです。需要翻译。全然翻訳いらなかった今の。ありがとうございます。接下来我想要问日本语表演的。我也感受到，哎，你们很喜欢跟观众互动，一起做那个表演的那种感觉。
ライブで必ず使う小物っていうのがもしあれば、おアイテムがあればご紹介をいただきたいんですけれども、一定会带一个毛巾，因为因为会不会流汗，所以就是一定要就是要要一直擦汗这样子，不然我的脸就是一直都湿的，我就没办法好好表演。我看很多那个你的表演，然后你一直带毛巾吧，对不对？对啊，然后可以就是这种甩啊，对对对对对对，没错没错。啊，还可以就是 drop， いやタオルは大事。その汗拭いてもいいし、振り回してもいいし、客席に投げてもいいし。で、何よりもバンドの収入につながるって大事なこれこアイテムですよね。ああ。毛巾可以带，这可以赚钱，对不对？很重要。市长真的有市长的概念。那じゃあ、あの社長さんはどういうものを？ここに絶対このこれを。おお。クロス。これはクロスに見えるんだけど、実はこれ仏教のお祈りをするときに使う。ものなんだって。おお、这是什么？これ、なんです？王冠？あ、本当はこういう状態？はい。おお。で、祈祷の時にこれを使うらしいんだけど、はい、これが十字架にの状になってちょっと珍しいものなんですよ、これは。我没有看过。私も見たことない。初めて見ました。このアイテムに意味があるっていうよりは、僕がこの社長っていうスタイルを作る上で、いわゆるこのブリンブリンなこのネックレスがつけることでスイッチが入るの、社長っていう。そのスイッチを入れるための小物としてこういうものを首から下げていくっていうのが一つ大事なんです。スーザーのスイッチだと。オンオフでなんかスイッチ。OK OK。那个 red 仪式的感觉，那个感觉很重，对不对？重い。很重。今までこう結構何台かなくしたり切れちゃったりとかで、あの新しくしてるけど、今の時期はこれをつけてます。可以把那个名字传给我看吗？我很有想知道那是什么。これ名前なんていうんだろう。我再研究一下。多分このクロスじゃなくてこの状態の方が多分見つけられると思う。あ、直的、就只有。对对对对对。なんか五箇所だって、五箇所、五箇所。五箇所？例如叫五箇所。五箇所。ああ。へえ。この状態のものをこうこうやって。Interesting。ありがとうございます。外すと首楽だわ。続きまして、接下来、トイルさんもリョーマさんもそれぞれいろんなアーティストさんとコラボをされてきたと思うんですけれども、一起合作过很多音乐艺人嘛。你自己最深刻印象的作品或者是艺人，要选一位或者是要选一个作品的话，我以前有一首歌跟一个台湾的女歌手叫做9M88。9N88，那个我们之前合作过一首那个 rap song 这样，然后那时候我跟他都还不认识，然后我们是透过 email 然后合作，然后后来我们在纽约碰面，然后拍 MV， 好酷，也卡酷，好酷哦！啊，那首歌就很受到大家的欢迎，然后也开启了我跟9N88两个人的。就是音乐上的路这样，所以我觉得就是蛮有意义的这样。嗯啊，叫做陪你过假日，对、嗯、，Weekends with you。我也还蛮喜欢那首歌。僕はそうですね、ライムスターと作ったジャジーカンバセーションっていう曲があるんですが、この曲僕が作った曲なんですが、あの本当にいい曲かけたなっていう。Limester，Limester，Limester，、oh, 对，一个 rapper， 对不对？对，ラップの人ですよね。我看到在 YouTube 上，我有看到。作ってから時間経ってるけど、未だにフレッシュな気持ちで弾けるし、で何よりもライムスターと一緒にフェスに同じ日にブッキングされることがそれ以降増えて、ステージ上でも実際に何回もライブやることができて、やるたびにレベルアップをしていってる感じがすごくあって。本当これがまさにコラボレーションだなっていう手応えを感じる一曲です。いい曲って一瞬で書けるんですよ。悩んでっていうんじゃなくて、わーっとこう集中してパッとできた。あの曲もそうだったんだけど、
た曲で、なんかそういう曲の方がね意外といいんですよね。可能要看状况，不一定。不过有时候的确是像社长说的这样，就是一气呵成，很快就好了这样。因为两位都会写歌嘛，所以好像可以互相就是互相了解对方的那个写歌时候的烦恼，还有写歌时候的那个写完的成就感的那种感觉。すごいありがとうございます。最後にですね、あの那最后每日一句教学。台湾で使える中国語または台湾語、日本で使える日本語、これを一言ずつおすすめの最推薦的ご紹介いただいてます。就是一句话吗？一句话，对。那另外你有一些的台语或者是中文一句。好啊，我觉得刚刚想到一个，社长可以说“拜拜哦”。哦，拜拜哦。いいですね、很好耶。それどういう意味？拜拜的那个是台湾 ese， 那它 literally means not bad, not bad, not bad。拜拜哦，拜拜哦，拜拜哦，哎，拜拜哦，拜拜哦，拜拜什么？拜拜哦，这个很亲切啊，这样子。拜拜哦，っていうのは実は台湾語、台湾って中国語と台湾語っていろいろ他にも言語話されてる。你的歌里面有就是 台语还有中文的 rap 在一起一首歌这样嘛，对不对？有时候会刚好这样嘛，对对对对。私たちにはそういう概念ないですもんね。日本語と英語ちょっと入れてミックスして曲作るとかはあるけど。でリオワンさんはあの台湾語も中国語も両方大丈夫なんです。リオワン会讲就是台语跟中文都 OK。还 OK 的，所以很好的老师，台湾語の先生としてめちゃめちゃお手本になりました。刚刚社长讲的时候很有那个味道，我觉得已经很完美。拜拜哦，拜拜哦，哦，すごいね、雰囲気あっていいです。我还以为社长是台湾人，刚刚这样。拜拜哦。いいじゃん、いいね、いいねみたいな。いや、それに対抗する日本語なんかないかな。大体のそういう挨拶っぽい日本語は皆さんご存知なんでしょう。おはよう、こんにちは、ごめんなさい、ありがとう。我会说わからない。そう、これはエモいっていう。あ、多分知らないです。多分知らないです。エモいって、This was like a very mixture feeling when I use this thing says very good, but I feel some strange feeling within the same thing. エモい。エモい。エモい。エモいってすごいいい言葉。自分の中の昔の体験とかとリンクをして、なんとも言えないこの切ないさがそこに乗っかるんだよね。应该是说我们讲的那个 emoy 跟那个 emotional 的那种感觉有一点有关系，因为 emoy 的 em 是从 emotional 来的。哦，应该比较怀念的那种感觉，跟自己现在的感觉连接到的时候。哦 ，emoy makes me emotional 的感觉。emotional yeah。对 ，makes me emotional， 对，没错。エモい。エモい。じゃあ、はい、ごめん、リピート。エモい。はい。エモい。great, great. 好棒哦、エモい。ありがとうございます。シンヨンヨン、あの、社長さんも、メバヨ。そう、メバヨ。メバヨ。下次去台湾的时候、じゃあ一下、メバヨ。メバヨ。メバヨ。はい、コロナがね落ち着いたら、我希望就是两位互相一起合作，或者互相这个一起表演这样子。Shoyle and Pimp Station の社長さん、そしてリオワンさんでした。ありがとうございました。感謝。谢谢社长。再见。大家下期见喽，拜拜。